どうもネフライトです。今回はスイッチでダムを見つけることができるか検証やっていただきます。よく、まあ、コメントとかで、ね、スイッチじゃダム見つけれないよとか、パソコンだから見つけれんでしょって、ね、来るんですよ。まあ、そこでネフライト思ったんですよ。まあ、スイッチで見つけれるんじゃねってダム探しのプロです。もしネフライトが見つけなかったらなんかすいませんでも安心しなさい、ダム探しのプロ。しかもネフライトのスイッチフォートナイト仕様なんですよ。みんな任せて見つけてやるよ、バスからダム。それでは行ってみよう。来た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 、滝島。スイッチやる、めちゃめちゃ久しぶりに気がする。数年ぶり、確かにこんな感じだったないやでも今日の目的はダマですから、ビキュールじゃないですからダマイコールビキュールですよ。でもバス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 、うん、逆にモニターより近づけるから見つけやすいかも。1試合目はね、見つけれんかったね。まあまあまあ、毎回にヘッド見つけるわけじゃないんでね次の試合も行ってみましょう。バスからダマ探し2試合目です。コメントとかね、ネフライト巨大モニター使ってる説とか、ね、あったよねでもそれはねそんなことないよね、まあ、いろんなモニター使ってきて、まあ、どれでもダマちゃん見つけてから、まあ、問題はスイッチでダマを見つけるかどうかやからね。距離描写されてるかどうかなの、ダマちゃんが。モニターはね、そんなに、ね、関係ないとは思うんやけど、距離描写されてるかな。さーて、あれダマじゃないかな。待って、この砂漠砂漠砂漠、ワンチャンワンチャンの砂漠、これこれへんのか。あ、もうあ、これ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 何これ画面。おお、これ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 、えちょっとダマかもしれん。ちょっと行ってみようぜ。見えたかも。なんかね、キラーンってね、光ったんよ、丘の上らへんに、砂漠の。いや、でもあの光り方ダメだと思うけどな。まあ行ってみればわかるでしょう。果たして本当にバトルマスかダマを見つけることが可能なのか。それにしても綺麗だな、スイッチ画質が。いつもね、パソコンでやるときはね、画質めっちゃ下げてるから、FPS 上げために。いつもの画質より綺麗やわ余裕で。どっかの丘の上にキラーンって丘ってか、丘に張り付いて感じ。ん、あれこの辺だとは思うんやけど、何かと見間違えたか、この俺が、このネフライトか。いや、ねえぞ、ダマ泥棒された、泥棒この岩と間違えたのか。まあ、確かになんか、なんか言われてみたら、なんか左が頭で右が長い戦いになりそうだぜ。あ、ダマいたかも。はしゃ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 、これ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 、いやいや、絶対負けやする。ダマプロレスよ、絶対これ絶対ダマ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 な気がする。頼む、頼む、払ってくれ。やっぱピンの置き方がわかんねえか、ピンを置けないでござる。どこだ、頼む頼む頼む。お、ダンマーダンマー見つけたあ、ついに見つけた、バスから。おお、見つけれるもんなんやな。おお、でもトレンダマね、これ崖生まれダマや、これやったぜ見えるもんなんだな。こう、あ、これか、これ階段、壁や、これあ、これ屋根や。ちょっと待って、ダマちゃん飛んでダマちゃん飛んで、待って待って、ちょっと待って。あー、敵敵敵、やばい、ダマちゃん、やばいやばいやばい、カメ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 、お前許して、お前そのダマあげるか。バスからダマ見つけれるぐらいの実力あったんですけど、うん、ダマ取れんかった。スイッチでのみんな安心くれ、スイッチからだ、バスからダマ見つけれるで、まあ、今回はこっちスイッチでやったんですけど、画面だけモニターにね、変えてね、
スイッチやってみたいと思います。次は、はい、今からモニターだけ変えてスイッチでやっていきたいと思います。まあ、性能がね、スイッチはね、もちろん 30fps しか出ないし、描写とかも一緒やね。でこれでバスかラを見つけたら、まあ、スイッチもね、ちゃんとね、バスか見えてってことやね。さーて、この巨大モニターで見つけるか。うわー、なんか道路の段、めっちゃ段っぽい、リテールの道路。さあ、行ってくれ。いやー、いいね。まあ、2試合ぐらいやって、探して、難易度高すぎるだけなのかもしれない。いや、難易度高いだけなんやろな。なし見つけれね。よし、どうも。この木の上のミスラモっぽい。一瞬だけ止めて今のシーン見せてもらっていいですか。モニターの方で、まあ、生探してたんですけど、もう全然見つからなくて、ほんまに見つかんのかと思って録画見返したよ。バスから映ってたわうわー、見つけなかった。みんな見てほしいけど、今バスの映像ないけど、ていうのあるよな。ウィープングのその迷路の隣、マジで映ってた。で、どんどん近づいてみると、おー、ダンマーもう完全ダンマーってね。よし、頑張ろう、探すぞ。どうも、いたかも。川横の崖？ダマじゃない、あれ。ここからなんかダマ見えてる、見えてる。おお、ダマだ。え、バスから見えるんやね、なんて。え、ダマ消えた。嘘だろ。おい、ダマあったよ、ダマあった。うちのダマ。今あったよね。え、解禁でしょ。取られてるだわ。あ、取られてる。あ、できるできる。やばい、逃げろ逃げろ。モニターだけね、変えて、スイッチやってんで、まあもちろん 30fps じゃないし、まあ、描写も一緒なんでね。まあ、これで、バスが見えたことは、ちゃんとスイッチでも見えたことやね。モニター変えなくても。っていう証明になったな。あ、違う。はい、いいの。おお、すごいな。実質今はまあ巨大モニターみたいなところはあるけどね。まあそれでもこの難易度、まあむずすぎる難易度、何試合とかもわかんない、この巨大モニターですらぐらいむずい。普通のこのスイッチでモニターなしで見つけられた人はマジですごいと思う。正直誇っていいと思う。騙探しのネフライトロもマジで苦戦したし、やばい、勝負勝負。待って、ブクへ来いよ。騙をね、やったぞ、来いよ。ほら、あ、負けない、負けない、やばいやばい。あ、わかった一撃よ。もうなめんなよ、こいつら。こっちでもラーメンしてあったまってんだよ。でもこうやってなんかスイッチやるのも面白いな、デバイス変えるのも。生きるところまで行くぜでもスイッチね、ガス見せきんやんけど、読み込みの描写は生とかなんかバスからも表示されてっぽいんやけど、読み込みがなんかいっぱいあるね。近く行かないと読み込まないみたいなの多いね。だダマは特別になんか遠くても描写されてんけど、近くまで行かないと読み込みされないの多い気がする。もう急無視オープン。あ、タクソーシー、よし、アイテムの位置を変えたい。はいらない。おお、やめた。びっくりした。アイテム。ああ、俺に囲って、あや、ボックス囲う技術があれば、スイッチ。
あー、ジジラー。